寺本里夫は日本のグラビアアイドル、タレント、女優、広島県出身、レプロエンタテインメント所属、幼児期にキッズモデルを経験して以来、この仕事を続けるしかないと思い続けていた。本格的な芸能界入りのきっかけは、中学生の時、舞台に出演した友人に、周りの目が一気にいったことから、負けていられないと思ったことからだった。 ドリームガールオーディション2015を経て、レプロエンタテインメントに所属。2016年の東京アイドルフェスティバルで、同じ事務所のナイン、ベイビーレイズジャパンの物販手伝いをする。2017年4月に、舞台、ローファーズハイに出演。以降、同年8月にも、同舞台に出演。同年12月にはミュージカル、屋根の上のバイオリン弾きに出演する。2018年、 7年ぶりに復活したミスマガジン2018にエントリー。同年7月、準グランプリに相当するミスヤングマガジンを受賞。ヤンマガ時代の宝というキャッチコピーが与えられる。広島県出身者が同賞に選ばれたのは史上初のことであった。また、受賞者をはじめとしたファイナリスト9名で劇団ミスマガジンを結成。長かった髪を役に合わせてバッサリとカットし、 舞台、そうなんですか演劇版に出演した。状況前に在学していた英治中学校、高等学校は中学卒業を待たずに離れることとなったが、2019年に同校で撮影が行われたテレビ番組、恋とか愛とかにヒロイン役で出演資金を飾った。当時の同級生たちもエキストラとして共演している。 同年 SNS で投稿したプライベートの水着写真が国内外から注目を集めたことや過去にモデルを務めた寸大のパンフレットと水着姿のギャップが話題になったことからフォロワー数が飛躍的に増加するなど大きな反響を呼んだ2020年3月高校卒業と時を同じくしてファースト写真集キュリオシティが発売撮影は ロサンゼルスで行われ、留学にも興味を持つ憧れの地アメリカへの渡航も人生初となった。同月の初戦女性タレント写真集売上ランキングでは1位に輝き、発売前に重版が決まるなど7月までに4冊を突破。2020年4月からは大学に進学したが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、この年は一度も大学に通えない状態だった。 2020年6月にオフィシャルファンクラブ、8月にオフィシャル YouTube チャンネル、リオのこと、を解説。ありがとうございます。